おはようございます。玉坂です。いつも動画見ていただいて本当にありがとうございます。2日間ほどね、ちょっと仙台に行ってまして、いろいろ撮影をしてきました。で、この YouTube 用の動画も撮影したので、編集が終わったらチャンネルに上げていこうと思いますので、そちらも楽しみに待っていただければと思います。今日は前回上げた演奏動画の作り方という動画の続きを作ろうと思いまして、カメラ側の詳細な設定、シャッタースピードとか ISO とかですね、あとは実際の編集までかなり細かいところまでちょっと解説してみようかなと思いますので、前回の動画で撮影の方法を学んだ人は今回の動画で編集の方法を学んでいただいて、ぜひ超クオリティの高い演奏動画を作れるようになっていただければと思います。じゃあ本編いきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは実際の画面をお見せしながら解説していきたいと思いますが、まず今回使っている機材はソニーから出ている α7-4 というカメラです。で、皆さんと同じ機材ではないと思いますが、だいたいどのカメラにも同じような設定ができる項目があるはずですので、こちらを真似していただいて皆さんの手元で設定してみてください。今回の動画のタイトルが映画のような映像を撮るということなので、映画のようにする超重要な2つのポイントっていうのがあるので、そこからお知らせしますね。この 24p って書いてあるところのお話なんですけども、フレームレートというものを設定します。フレームレートを 24p というものにしてください。フレームレートってそもそも何ですかという話なんですが、動画映像っていうのは、画像を何枚もカカカカカカカと記録して、それをつなげることによって映像にしています。なので、その1秒間に画像を何枚撮りますかという設定がこのフレームレートなんですね。 24p、30p、60p っていうのは1秒間に24枚撮ります、30枚撮ります、60枚撮りますという設定なんですが、映画とかでよく使われるのがこの 24p というフレームレートなんですね。なので今回に限ってはこの 24p というフレームレートにしておきましょう。 30p、60p に上がっていくと、単純に1秒間の中で記録する枚数が増えるので、ヌルヌルした、スルスルしたっていうんでしょうかね、映像に変わっていきます。続いて、映画のような色味を作るときに大事なポイントなんですけども、ソニーの場合はカラーの設定のところにピクチャープロファイルという設定があります。これを使っていただくと、撮れる映像の色味がどんどん変わっていくんですけども、 PP8 のログというモードを選んでください。ログで撮れる映像、こんな感じです。すごく質感が薄いですよね。はい、このログというものも映像業界ではよく使われる撮影モードなんですが、ソニーだと S ログ、キャノンだと C ログとか、こうメーカーによって名称は違うんですけども、全て同じログ撮影というモードで、これは後から編集をする前提で撮影するモードで、編集の段階で色作りを作り込むという時に使われるモードです。データの容量は少し重くなっちゃうんですけども、必ずこのログというモードで撮るようにしてください。おそらく皆さんが日々見ている動画投稿者、ギター投稿者の方とかベース投稿者の方は、ログというモードで撮影をして、その後に色を編集でつけているという方が多いと思いますので、必ずこの設定で撮ってみてください。続いて、シャッタースピードですね。シャッタースピードは動画の時はもう固定で決まってる値があります。さっき決めた 24p というフレームレートの倍の数字に一番近いところに固定するということになってますので、今回だったら24p の倍48、まあ、48カメラないので50分の1、 30p とか 60p にした人も必ずその倍数で決めてください。で、続いて F 値のお話ですね。 F 値は前回の動画でも言った通り、数値が低ければ低いほどピントが合ってるところの後ろがボケます。なので皆さんが使っているレンズの一番小さい数字にしておくとよろしいかなと思います。続いて、この ISO というところですね。ISO は画面の明るさを電子的に無理やり上げるという設定の数値なんですけども、先ほどご紹介したログ撮影というモードにしていると、 ISO が結構上がった状態からスタートすると思います。これが持っているこの α7-4 という機体だと ISO800 という値から始まるんですけども、皆さんの機材だともしかしたら違うかもしれません。で、この数字は
上げすぎると映像にですね、すごくノイズが乗っちゃいますので、あまり上げすぎたくはない項目なんですが、これは一概にこの設定にしてくださいと言えないんですね。皆さんの部屋の明るさが違かったりとか、太陽の明るさが違かったりするので、大体の目安だけお伝えしておきます。室内ですと、まあ、800から1000とか1250にしておくのがいいかなと思います。外だと100から400ぐらいの間にしておくのがいいかなと思いますが、ISO の加減値が決まっている可能性がありますので、そこはちょっと皆さんのね、設定と相談していただければと思います。はい、それでは実際の編集画面をお見せしながら解説しようと思うんですが、今回使っているソフトは Final Cut Pro という Mac で使える編集ソフトです。編集ソフトについてはこちらの Final Cut Pro か Adobe からリリースされている Premiere Pro、 あとは無料で使えるソフトだと DaVinci Resolve という超高品質なソフトがありますので、その3つの中のどれかを使うのがおすすめです。で、これから解説するものはその3つのソフトだったらどのソフトでも使えますので、操作方法は違えどやれることは一緒という感じですね。はい、それでは実際の作り方です。まずプロジェクトどのソフトでも作れると思いますので、プロジェクトを立ち上げてください。立ち上げたら動画をここに取り込みましょう。はい、こんな感じで取り込みができました。そしたらまずはですね、不要な部分をカットしましょう。演奏ここから始まってますので、ここを消します。で、その後に音源、皆さんが作った弾いてみたの音源を入れて、演奏の当て振りと合うように音声を合わせてください。はい、だいたい合いましたね。そしたらカラーコレクションという処理をします。カラーコレクションっていうのは、先ほどご説明したログ撮影で撮ったモードだとかなり色素薄いですよね。明るさとかも足りないと思いますので、適正な明るさに直す、戻すという工程です。これをカラーコレクションというんですけども、皆さんお使いのソフトの中に露出、光の暗い明るいっていうのを修正する調整するメーターがあると思います。それでまずはシャドウというところあるでしょうか。シャドウは画面の暗い部分、黒い部分を調整するメーターですね。これをお好きなところに持ってっていただければいいんですけども、だいたい俺は少しだけ下げます。黒い部分をちゃんと黒として見せたいので少しだけ下げます。続いて、ハイライトという部分あるでしょうか。ハイライトは明るいところ、あとはまあ白いところですね。この数値を、これもお好みなんですが、俺は結構上に上げます。これで結構明るくなりますね。続いて、中間色調、中間色調なので言葉通りシャドウとハイライトの中間の明るさを調整しますという値ですね。これもまあお好みなんですが、これは上によく上げます。これで完成ですね。カラーコレクションが終了です。これが元の撮れた映像で、これがカラーコレクションの後ですね。うん、だいたい適正というか見やすい明るさになったかなと思います。で、その後にカラーグレーディングというものを行います。カラーをこうやって自分で作ってでもいいんですけど、結構時間がかかるので、ラットというものをこの上に当てます。ルックアップテーブルというんですが、それぞれのソフトでラットを取り込む方法は違うと思うので、ちょっと取り込み方は割愛しますが、インターネット上にフリーで使えるカスタムラットいっぱい落ちてますので、そのカスタムラットというものを、お使いのソフトの中に入れていただいて、それをこの動画の上に載せます。カスタムラットいろいろな色がありますので、好みなものをこう当てはめていただいて、そうすると色が変わっていきます。これがさっき言ってた後から編集をする前提のログ撮影の一番強いところですね。すごい映画っぽくなったと思いませんか。これがオフ、オン、オフ、オン。今使っている35フリーラッツですね。これ無料なんですけども、概要欄に載せておきますので、よかったらこれダウンロードして使ってみてください。先ほどの明るさをいじる露出のところに戻って、最終調整をしていただいて、色味が完成しましたという感じですね。こんなもんでしょうかね。最後に、シネマスコープというものをつけます。よく上下に黒い帯が出ている演奏動画を上げている方いますよね。あれシネマスコープって言うんですけども、結構あれもね、映画っぽく見える要素として大事なので、これも皆さんお使いのソフトで操作するところがあると思いますので、クロップというところを使って上と下を映画のように黒くしてみてください。結構印象変わりますよね。
で、クロップすると無駄な情報が結構省かれるので、ギターの映像に目が行きやすいというメリットもありますね。テキストを入れましょう。テキストの入れ方とかはソフトで違うので割愛させていただきますが、こういう風に入れるといいよというものをちょっとおすすめとしてですね、置いておきたいと思います。テキストはですね、これがゴシック体ってやつですね。ちょっとカクカクしたポップな感じ。これが、明朝体と言われる、まあ、ちょっと漢字的というかね、落ち着いた大人っぽいフォントなんですけども、うちの明朝体というものをおすすめしてます。文字の間隔を広げるところがあると思いますので、それでちょっと文字の間隔を開けてみてください。フォントの大きさも少し小さめに、このぐらいの小ささになって文字の間隔が開いてると、すごく映画っぽい落ち着いた雰囲気のテロップになりますので、これもやってみてください。とテロップを出す場所は真ん中なのか下なのか、もしくはこの帯のところなのか、右なのか左なのかみたいなのは皆さんのお好みでいいと思います。はい、じゃあ完成したものはこちらです。はい、いかがでしたでしょうか。実際の撮影設定とかね、あと編集の時とかね、難しい単語用語いっぱい出てきたので、ちょっと分かりづらくなってしまったかもしれませんが、そこはすいません、ご了承ください。で、皆さん使っている機材とかね、ソフトとかね違うので、もちろん全く同じというものはできないのかもしれないですけども、今回ご説明したのって、概念的というか、なんつーの、そのこういうことを考えてます、こういうことをやってますっていう大きい括りのお話をしたので、皆さんの方で操作方法は違えど同じことができるようにはなってるはずなので、こちらの動画をね参考にしていただいて、ぜひ作ってみていただければと思います。前回の動画でも言いましたけども、映像はね質が高ければ高いほど皆さん飽きずに見てくれると思いますし、何よりですね、自分の動画が綺麗にできるっていうのはかなり満足度が高いというか、やってて楽しいっていう要因の一つになると思うので、ぜひともこだわって作ってみていただければと思います。はい、それでは最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。参考になったという方はチャンネル登録とかグッドボタンとかコメントとかよろしくお願いします。励みになりますので、全部見てます。ありがとうございます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。さよなら。